地のある限り君は Dream of Love 守り続けてゆく戦士たち立ち上がれ一つになれ Get wild 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない心に変わるささいバトル Love is key 未来を信じてていつも Dream of love輝いてくいつだって Be strong 奴らが残していた毒針の分析がやっと終わったわ。いいわね、上のモニターに出すわよ。ん？これ何のマークかしら。デストロンでもサイバトロンでもないみたいだけど。ねえマグマトロン、ちょっとマグマトロン、どうしたのよ。まさか奴らは、いや、こんなことが。ブレントロンを追え。もう少しか。いや、見ろ。よし、エルファオルファ、次だ。そこだ。氷の惑星か。アンゴルモアカプセルはどこだ。こっちだ、行くぜ。謎のトランスフォーマーブレントロンの3人に奪われてしまったアンゴルモアカプセルを追って、サイバトロンたちは広大な宇宙空間を探索し続けていた。なんだと？おそらくあの新たなトランスフォーマーたちがアンゴルモアカプセルを回収して飲み込んでしまったからだと思われます。スタンピー、近くに奴らの宇宙船があるはずだ。いいえ、レーダーを最大限に広げてみましたが、それらしい反応はどこにもありません。もっとよく探せ、スタンピー。あ、ダメです、完全に見失ってしまいました。そうか、これからどうするんだ。どうするもこうするも、奴らを何としても探し出してアンゴルモアカプセルを取り戻すしかないでしょう。反応がどこにもないのにどうやって探すんだよ。地道な捜査です。お前にしちゃ笑えるぞ、その冗談。僕はいつでも真面目ですよ。だったら笑えねえ冗談だ。ナビ、引き続きカプセルの反応を探してくれ。イエスサー。もし奴らが本当にあれを復活させようとしているのならば、どうされたのだ、マグマトロン様は。なんか機嫌悪そうだよね。あら、ポーキュパインのハイドラーから通信が入ってるわよ。ハイドラーだと？マグマトロン様、お久しぶりっす。お会いしたかったっす。どうも。
私ハイドラーメ、この間の事件の時からずっと探しておりまして、ついについに見つけたんでありますよ。ほらこれ。おお、でかしたぞハイドラ。今そちらへ向かう。お待ちくださいマグマトロン様。ん？私は反対です。ハイドラーと関わるとろくな目に遭いません。なんだと？今から行くってポーキパインは随分遠いわよ。わざわざマグマトロン様ご自身が行かれなくても、誰か一人回収に行かせればよろしいのでは。おい、マグマトロン様。いいか、これは命令だ。ポーキパインに向かうのだ、今すぐに。はい、わかりました。さあ次だ。まだだ、まだまだ足りない。一歩遅かったみたい。この惑星のカプセルの反応ももう消えちゃった後だ。でもここにカプセルがあったのは間違いないんだな。とりあえず一通り調査してから戻ろう。あれ、なんだこれ。ねえスタンピー、なに？なだ、お助け、お助け、お助け。スタンピー早く捕まって。よっ、せーの、んーせ、んーせ、えんやーこーら。助かった。危なかったよ。あのまま引き込まれてたらどこへ連れて行かれるかわからなかったんだな。消えちゃった。スタンピーたちはすぐこのことをビッグコンボイに報告した。つまりあいつらは宇宙船を使わずに直接空間をジャンプしていたんです。リンゴを食べる虫みたいに空間に穴を開けていたんだな。それでその虫食いの穴は開けやすい場所が決まっていて、次にあいつらがどこに出てくるか予測できたんです。おめえらにしちゃやるじゃねえか。で、それはどこなんだよ。まずこれが今までに奴らが現れた場所です。なんだバラバラじゃないか。どこにも関連性などないんじゃないのか。平面の地図だとそう見えるんだけど、これを立体にして空間の特性でつないでみると奴らの行動がよくわかります。まっすぐ進んでいるだけか。あまり考えて行動してないのね。そうです。だからこの地点、ここにきっと奴らは現れるはずです。これよりアンゴルモアカプセルを取り戻すため、ブレントロン追撃作戦を決行する。イエスサー。いやー、この間マグマトロン様にこの星を無理やり改造されちゃったじゃないですか。で、このデザインにさせてもらったんですよ。あ、いや、その皮肉で言ったんじゃないですよ。おかげで新型に改良できましたし、アンゴルモアカプセルまで見つけられたんです。あれ、マグマトロン様。ハイドラ、あんた嫌われてんじゃないの。そうかな。そんなことないぞ。マグマトロン様、アンゴルモアカプセルです。ほれ、この通り。これで私をマグマトロン様の副官に任命していただけますよね。このカプセルを守りきれたら考えてやろう。は？守りきれたら？そうだマグマトロン様、この話知ってます？火星が横取りするぞ、こっちに火星。お火星。それはもう7654回聞いたわよ。じゃあこれは金星が呼んでるぞ、こっちに金星。それもちょうど7654回目よ。じゃあこれだ、土星が怒ってるぞ、土星つんじゃ。ここで待っていればいずれは奴らが現れる。
この間はわしも油断していたが、今度はそうはいかんぞ。ガンホーはスタンピーたちが予想したポイントでブレントロンが現れるのを待っていた。おい、本当にこの場所でいいんだな。間違いないよ、多分。多分じゃ困るんだよ。さっき褒めて損したぜ。ん？前方、空間歪曲反応。来た！ん？あれはサイバトロンの宇宙船。先回りしたのか。少しは頭の使い方を知っているようだ。電磁ネット発射！ファイヤー！イエスサー！うわやったー、いいさいいさ。よし、あとは僕たちに任せなさい。逃がさねえぜ、これでも食らえ。これでどうだ。全然聞いてない。そんなバカな。ワープした？そんな一体どこへ。かなり離れた場所ですが、惑星も何もないところに弱いアンゴルモア反応を感知しました。きっとやつらそれを取りに行ったんだ。僕たちなんか最初から相手にしてなかったのかな。ビッグコンバイ、すぐそこへ向かいましょう。ビッグコンバイ、ブロンゴーダ、総員戦闘配備。イエスサー。そこだ。あれはデストロンの人工惑星か。来たか。ハイドラ、攻撃を開始しろ。はあ。で、何なんですあいつら。早くしろ。はい。オペ、触手を伸ばせ。了解。オキパイン戦闘モード。なんだこれは。攻撃のつもりか。くだらん、行くぞ。ラトラータ変身。ブランクロン変身。エルホンホ変身。オリジンアモーキラーシュート。フラップミサイル。触手全滅です。なバカな。ありったけのミサイルで迎撃しろ。え、早くしろ。はい。一体どうしたというのだ。マグマトロン様はいつになくムキになってるぞ。お、あなたのような鈍感な方にも分かりますか。何？これはよほどのことですね。ドランカッター。メルトバス。ラストフォーネット。ダメです。敵の損傷はゼロ。こちらに来ます。マグマトロン様、アンゴルモアカプセルを持って逃げましょう。ダメだ。何としてもここで奴らを倒すのだ。でもわしの復活になりたいと思うなら全力で戦え。復活来ました。未知のトランスフォーマーがポーキパイン内部に侵入。今どこら辺だ。すごいスピードです。これでは。くらえ。相手にならん。アルカディスビーストモード。ハイドラビーストモード。ウィングガンドレッド、ウィングシャーター。うるさい、ハイドラ。フラップミサイル。アルカディス。その
技は一度見せてもらった。マグマトロン様すごい。死ぬかと思った。だらしのない。今度は俺たちの番だ。ポイズンニードルドランカット。マグマトロン様、我々も行くぞ。邪魔をさせんぞ、ザコども。誰がザコだ、魚はてめえだろうが。行くぞ。目的の空間に出ました。あれはポーキュパインか。ここが奴らの目的の場所。内部に熱エネルギー反応を確認。戦闘が行われている模様です。アングルモアカプセルの反応もあります。突入しますか。うん、行くぞみんな。イエスさ。お遊びはこれまでだ。カプセルを渡してもらおうか。なんということだ。手も足も出ないのか。強い、強くて美しい。もう逃げるしかない。オペ、おいオペ、ダイナサーのディーナビに連絡するんだ。了解。ディーナビ、助けてちょうだい。ディーナビ、ならん。絶対に撤退はせん。必ず奴らを倒すのだ。無茶です、マグマトロン様。ここは一度退却しましょう。逃がしはしない。全てのトランスフォーマーを滅ぼし、全てのアンゴルモアカプセルを手に入れるのだ。そうはさせん。ん？我々から奪ったアンゴルモアカプセルを返してもらおう。ちょうどいい。まとめて始末だ。キラーとすマンモストンファー。アトスラッシャー、クラップミサイル。もらった、ベルトファス。カプセルは渡さん。なぜ、なぜマグマトロン様はあんなことを。せっかくビッグコンボイがやられそうだったんだから、ほっとけばよかったのに。いや、まったく。貴様、許さんぞ。ビッグコンボイ、ご無事で。ああ、どうします、ビッグコンボイ。バカバカ打ち上がって、これじゃ身動き取れねえよ。それぞれを個別に倒そうとしてもダメだ。どれか一体に攻撃を集中するんだ。マグマトロンの手助けみたいになっちゃいますね。仮を作ったままでは気分が悪いからな。きっとあちらさんにはそんなつもりはなかったと思うんだな。どこだ、サイバトロン。みんな行くぞ。イエルサー、テイルトマホーク、アームマシンガン、マトリックスキャノン、ブレインコンガン、ショックリガン、ダブルミサイル、ビッグキャノン、ゴー。やった、当たった。すみません。なんだ、何をするつもりだ、ハイドラ。どっかしょのフランセット。では発射。なんてことを。早く追っかけないと宇宙の果てまで飛んでっちゃいますよ。貴様、このギャグ知ってます？宇宙に夢中になって。それ3445回聞いたわ。やかましい、ちゃんと言わせろ。ドランクロン、いつまで寝ている。つらい。簡単すぎると思ったぜ。さあ、行くぞ。こんな奴らの相手よ。アンゴルモアカプセル。大丈夫ですか、マグマトロン様。バカ者。マグマトロン様、なぜ、なぜアンゴルモアカプセルを守りきらなかったのだ。すいません、でもあのままではマグマトロン様が。しかし、とんでもない奴らだった。本当に行ってしまったんだろうな。そうか、まずい。ディナビ君、我々をすぐに転送してくれたまえ。今日の私はジャクリーンよ。ではジャクリーン、転送を頼む。了解。おのれ。
くなっちゃった。長いは無用だ。我々も撤収するぞ。イエス様。あのクズの塊は掃除する。これもブレントロンの奴らがやったってのか。マジであんなのと戦うのかよ。戦うしかないんだ。そう、宇宙の平和を守るために。これではっきりした。奴らはあれを、あの悪魔を復活させようとしているのだ。ならん。それだけは決して許してはならんのだ。あれのユニクロンの復活だけは。それはな、ブレントロンとかいうおかしな連中のせいだ。マグマトロンはデストロンのみんなを犠牲にしてもブレントロンを倒したいって思ってるみたいよ。冗談じゃない。こうなったら俺たちの手でブレントロンを倒さねば。そんなことできるの？超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第28話、光のマグマトロンをお楽しみに。本当に楽しみにしていていいのか。